どうもバンドマンのとしとです。今日はじゃん、鶏胸肉です。この間作ったネギ塩だれで食べていきたいと思います。よっ。はい、まず酒につけておきます。お酒大さじ2ぐらいかな。はい、では30分ほど経ちました。軽く水分を取って片栗粉をまぶしたいと思います。オリーブオイル、はい、これでじっくり焼いていきたいと思います。蓋をしましょう。すごいパチパチってます。開けてみましょう。じゃあ、繰り返します。おう。はい。皮目にして、さらに焼いていきます。焼けてるかな。わあ、すごい。おいしそう。残った酒を入れてみます。入れて煮ていきます。泡立って失敗かな。泡立ってますね。アクが出ちゃってる。はい、これでいきましょう。よっ。はい、お皿、レタス、こんもりですね。はい、あとここに、ね、いやー、お、焦げてますね。ここにですね、塩、胡椒、盛り付けましょう。ちょっと崩れましたが OK です。ネギ塩だれ、はい、完成です。
はい、出来上がりです。さあ今日も飲みますか。今日も麦とホップです。じゃん。ちょっと泡立った。はい、では今日も一日お疲れ様です。乾杯。うまい。では食べましょう。いただきます。うん、おいしい。ご飯、うん、おいしい。うん、柔らかい。肉を焼くときはお酒につけるのがいいなって思います。柔らかくなるんで。うん、うんうん、肉を焼くのって奥が深いなって思います。いろんな焼き方があって、うん、うん、特にフライパンで焼くのが難しいなと思います。フライパンより網焼きとかの方が焼くのが簡単かなって思うんですよね。下処理の方法とか奥が深い。ネギソーダでうまいっすわ。合う。もっとたくさん作ればよかったですね、寿司を。はい、ということで今日も美味しくできました。ここ最近毎日自炊してるなって思います。楽しいですよ、うん、ぜひ皆さんも美味しく楽しく料理をしていただければと思います。それでは今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございます。とちどでした。また明日。さよなら。うまい。